はい、こんにちは、こんばんは、タカです。ようやくドルの方が動き出しましたかね。流れとしてはドル売りの流れ。普段ドルと円というのはね、仲良く動いているんですけども、今回に関してはドルのドッポ安、なかなか円がその動きについてこれていないというところで、円の方がね、少しわからない動きをしています。なので、まあ、通貨を見ていく際にクロス円を見てしまうと少しトレンドの方がわかりづらくなってしまいますんで、しばらくはね、このドルの動きに合わせてドルストレートを中心に見ていこうと思います。ドル円に加えてユーロドル、ポンドドル、豪ドルドル、このあたりですかね。ドルインデックスを見ると直近の安値は割り込んでいますけども、すぐ下には月足の安値なので、昨日はすごいドルの売りというのが強く出ていましたけどもね、今日はある程度抵抗というか多少の反発というのはあるかもわからないですね。ただそれでもドルに関してはトレンドが出ています。まずはドルの売りというのを中心に相場の方は見ていきたいと思います。まずはユーロドルから、こちらが1時間足に日足を重ねています。ユーロドル、日足を見ると高値をブレイクしています。ユーロが買われているようにも見えますけども、実はユーロ昨日は売られてるんですよね。ただそれ以上にドルが売られてしまったので、ユーロドルは上昇しているわけですけども、ただこのユーロ、今週に入ってから買いの流れが出ています。昨日は一服しているんですけども、調整が入っているにもかかわらずドルが売られたことで、トレンドを見ていくと上昇トレンドを見ることができています。今日に関してはね、ドルの方が一服するかもわからないですけども、今週に入ってからのユーロの買いの流れ、この流れを抑えていくと、もしかしたらまた高値を更新する流れ、これは出てくるかもわからないですね。トレンドが出ていますので、今日もこの日足の高値更新、安値を切り上げる動き、そういった流れを見ていきたいと思います。あとはこのピンクのトレンドを見た場合、この日足のトレンドはもうブレイクしているわけですけども、ではこの波の向かう先はどこになるのか。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。こう見ると今週の週足も直近の高値は超えてきています。波の底から見ていけば、こういった上昇トレンドを見ることができるんですよね。そこまでの流れというのは、この天井圏、レンジ相場から下に抜けた動きが出ています。こういった動きが出てくると、ここは高値圏になってきますんでね、この高値からの下落の流れを見ているベア派というのが必ずこれはもう出てきます。ただ値動きを見ると下がってないですよね。ということはこの辺りで新規のショートをしたベア派というのは現在捕まっている形、戻り売りをしたんだけども、なかなか売られないといった状況になっています。こうなるとこのベア派のロスカットはどこで入るのかというのを見ていきたいですよね。例えばこういった直近高値を超えたところ、こういったところはやっぱり買い戻しの流れ入りやすいと思いますし、直近の流れ見ていけばここにはレンジ相場が見えます。このレンジの上抜け、こういった流れが見えてくるとやっぱり買い戻しの流れというのは出てくると思います。なので今のこのユーロドルのチャートというのは、新規の買いだけではなくて買い戻しの流れというのも入っていますので、かなり底堅い動きにはなってくるんではないかなと。ただまあね、その流れを見るためにはこの週足はブレイクしてこないといけないので、この週足確定するのは今週の金曜日になります。あと2日間強い動きが出てくるとね、これは来週にもつながる動きにもなってくると思います。今日明日の動きだけではなくてね、来週にもつながるような大きなトレンドというのを見ていくことができるかもわかりません。ユーロドルの値動きは注目をしたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。直近の高値を抜けてからはもう一方的な上昇トレンド、売り場というのは今のところ全然ないですね。最後に陰線が出てしまってますんでね、一旦はこの上昇トレンドは止まるかもわかりませんけども、この後の流れ、こういった押し安値割らなければロングの形を見ていけるということで、まあしばらくは強いチャートが続くんではないかなと。調整がどのような形になるかはわかりませんけどもね、例えば短期の下落トレンドが生まれるんであれば、どちらかというとこのトレンドに乗るんではなくてね、この短期のトレンドの反発の形、なかなか下がらないといった動きがもし出てくればね、こういったところをロングで狙っていきたいなと。もしくはね、この高値圏でレンジ相場を作るような形もあるかもわかりません。このレンジが広ければね、この底からのロングの形というのも見ていっても面白いとは思います。チャートとしてはね、上位足の環境も合わせてこのベア派というのがすごく苦しんでる状況だと思うんですよね。こういった状況でわざわざベア派につく必要はないかなと、徹底的に押し目を拾っていく、こういった流れで相場の方を見ていこうかと思います。はい、こちらがユーロ円1時間足に日足を重ねています。昨日はユーロあまり強くなかったというのはこのユーロ円を見てもらうとわかると思うんですよね。直近の高値125円は抜けていませんし、昨日の日足というのはすごく大きな陰線にもなっています。まあドル円が下落してますんでね、その影響が大きいかとは思いますけども、ただ昨日はこのユーロ調整にはなっていましたけども、今週ユーロというのはすごく強い形が続いていました。なので継続したこのユーロの買いの流れ、今週はユーロが強いといった形ですね。そういった形はまだまだ見ていけるとも思うんで、
目先ユーロ円に関しては上値が重い形が見えていますけども、これだけをもってユーロ円は崩れてしまうんじゃないか、そういった流れを見るのも難しいと思うんですよね。下にはサポートも見えていますし、円の動きというのはいまいちまだつかめていません。昨日はユーロが売られていましたんでね、下落の流れになっていますけども、今週はユーロまだまだ強いです。再度上昇、買いの形というのが出てくると、このユーロ円も反発の形というのは十分出てくると思います。ここがクロス円の難しいところで、ドル円に関してはね、下落の流れがはっきり出てると思いますので、クロス円は全体的に下がりやすい傾向はあると思います。ただね、通貨が強いとこの下落というのがなかなか起こらないかもわからない。例えば昨日であればポンド、後で見ていきますけども、ポンド円なんかはドル円がすごく下がっているんですけども、昨日は上昇しています。こういった形でね、通貨が強いと、なかなかトレンドを見ていくのが難しいのが今のクロス円になってくると思うんですよね。なのでドル円の下落を見ていくんであればね、もうこれは素直にドル円をトレードした方がいいと思います。クロス円は今はすごく難しいと思いますので、僕はもう基本的にドルを中心に相場の方を見ていこうと思います。このユーロドルとユーロ円を比べるとか、そういったことをやってしまうと少し混乱はしてしまうと思います。円の流れというのが見えてこない限りはクロス円はもう様子見になりますかね。はい、こちらがポンドドル1時間足に日足を重ねています。すごいポンドの買いというのが出ていますけども、これに関してはね、EU との交渉の再開、そういった報道があったようですんで、それを交換してのポンド買い、そういった流れにはなっていると思います。ただね、材料云々よりも今はこういったね、外部環境によって値が動きやすい、ここを抑えていかないといけないと思うんですよね。ポンドに関してはある意味、マネーゲームと化している部分もあると思います。トレンドを見ていけばこういった高値も抜けていますので、買いの流れを見ていきたい、そういった環境もあるんですけども、またね、ちょっとした悪いニュースが出てくればこれは当然売られることもあると思います。なので僕はもうしばらくね、ポンドに関しては様子見、この日足のトレンドだけはしっかり追っていきたいなと思いますけども、これを見てトレードをするというのはもう難しいですね。なのでトレードされる方は短期勝負ということにはなってくると思います。十分値動きには注意をしていただければと思います。はい、こちらがポンド円1時間足に日足を重ねています。昨日はドル円すごい下落だったんですけどもね、あの環境でこれだけの上昇が起こるってなかなかないと思います。それだけポンドは強かったということにはなるんですけどもね、今のこの下のサポートはまだ効いてる形ですね。136円、昨日まではポンドドルは 1.30 を超えていなかったので弱いチャートと見ていたんですけども、ポンド円に関してはこのサポートがありましたんでね、比較的強いチャートということにはなっていました。ただ昨日ポンドが買われたことで、ポンドドルもポンド円も基本的には上昇の形、強い形というのを見ることができるようにはなってきました。なのでポンドは買いの流れというのが強く出てきたということにはなりますけども、ただこのトレンドもね、いつまで続くかもわからないですよね。どういったニュースが出てくるかもわかりません。なのでポンドをトレードするんであればこれはもう短期勝負ということになると思いますけどもね、ただ直近ドルが売られているという環境がありますので、同じボラを求めるんであればポンド円よりはポンドドルかなと。なんだかんだポンド円に関してはこの辺りのレンジ相場から動いてないですからね。値動き、ボラ、そのあたりを求めるんであれば、今はポンドドルかなとは思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に日足を重ねています。ようやく先週から続いていた下落のトレンドが止まりましたね。短期的にはこういった上昇トレンドの押し安値を終わったことで、今はこの下落を見ていますんで、戻れば売りの流れを見ていきたいなと。さらに言えば大きな流れで見てもこの高値からの下落の流れというのがありましたんでね、戻れば売り、こういった流れも見えてきます。なので昨日はね、反対の形が見えています。調整の形に入ってきたということにはなりますけども、こうなってくると今度はこの調整が終わるタイミング、つまりね、なかなか上がらないといった形がもし出てくるんであれば、そこをショートしていきたいなと。5ドルに関してはまだ目線は全然変わっていません。弱いチャートというのを見ていきたいんですけども、ただ環境として今はドルが売られやすい環境というのが出てきています。もし5ドルに動きがなければドルが売られるということは5ドルドルは上がりますんで、そういった意味ではね、この5ドルのショートを狙っていきたいという流れはあるんですけども、ちょっと慎重には見ていかないといけないですよね。ショートは見ていきたいですけどもね、まだドルの売りというのが続くようであればしばらくはちょっと様子見にはなってしまいますね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足、波を見ていくと昨日の上昇で、トレンドが反転しています。高値を抜けていますので、今はこの上昇トレンドを見ていくということになります。ということは押してきたところはどこかで買いの流れ、もちろんこれ間違ってはいないんですけども、
ただ昨日のこの上昇ね、主な原因というのは豪ドルが買われたわけではなくて、やっぱりドルが売られたことによっての上昇だと思います。それに対して僕が先週から見ていたこの下落の流れというのは豪ドルの売りの流れを見ていたんですよね。昨日は確かに豪ドル少し買われているんですけどもね、ただ今までの売りの流れから比べれば、大した買いではないとは思います。今のところはですけどもね、まだまだ豪ドルに関しては弱い状況は続いているんではないかなと。ならばこのドルの売りというのが一旦収まってくれば、今度は豪ドルの売りという流れも出てきてもおかしくはないかなと。なのでこういった短期的な上昇のトレンド出てくるかもわからないですけどもね、こういったトレンドが崩れるタイミングというのを追っていきたいなと思っています。ただ昨日のドルの売りすごく強かったですからね、少し時間はかかるかもわかりません。根気強くタイミングを待ちたいと思います。はい、こちらが豪ドル円、1時間足に日足を重ねています。豪ドル円全然動きがないですね。昨日ドル円すごい下落だったんで、まあ値が動いてもおかしくはなかったんですけどもね、大した動きにはなっていません。引き続きこの下のサポートが効いてくるのかどうかというのを、見ていくチャートだとは思うんですけども、ユーロ円でも触れましたけどもね、今はクロス円というのがすごく分かりづらい動きをしていると思います。もう少し円の動向というのが見えてくればね、トレードもやりやすいとは思うんですけども、現在はドルの方がもうはっきりトレンド出ていますんでね、まずはドルを中心に相場の方を見ていく方がいいのかなと。豪ドルを見るんであれば豪ドルドルですね。円に流れが出てくるまではドルストレートをしっかり追っていきたいとは思います。ただこの下のサポートね、このサポート割れ、この動きがもし出てくるんであれば、そのタイミングはしっかり見てはいきたいとは思います。はい、では最後にもう一度ドルの方を見て終わりたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足日足を重ねています。やっぱり直近安値を割れて引けましたかね。ということでこの短期の下落のトレンドを今は追っていくことになりますね。9月に入ってから続く上昇のトレンドというのは一旦は止められた形にはなっています。なのでまあドルを売っていきたい、そういった環境ではあるんですけどもね、この下には大きなサポートがあるんですよね。それが8月9月の安値ということで、この青い上昇トレンドの起点ですね。この壁すごく高い壁だと思います。抜けるにしても簡単には抜けないと思うので、この壁の付近でポジションを持つというのはなるべくなら避けたいですね。ドルを売っていくという流れは見てはいきたいんですけども、極力戻りを叩いていく。多少抜けるような場面もあるかもわかりません。ただそれも急反転して戻ってくる、そういった形も十分あると思います。それなりの攻防というのはあると思いますので、あまりねこの急いで下落の流れを見ていく必要はないのかなと。その結果抜けてしまえばね、今度は抜けた後の戻りを見ていけばいいと思いますんで、まずはこの壁近辺でのポジションは持たないように、これは意識はしていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス株式については別に動画を作っていますので、概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。あとは多少トラブルがありましてね、サバチャンネルの方を作っています。これも概要欄の方に貼っておきますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは今日も頑張っていきましょう。